四つんでメインパビリオンにあった円形の大ドーム、高さ84メートル、直径108メートルの巨大建築は、会期後も残されたが1937年に、消失ーン万国博覧会は、1873年5月1日から10月31日まで、オーストリア・ハンガリー帝国の首都ウィーン中心部にある、リングシュトラーセナイ、プラーター公園で開催された。 国際博覧会である。テーマは、文化と教育。35カ国が参加し、会期中726万人が来場した。日本政府が初めて公式参加し、日本館が建設された。公園には、高さ84メートル、直径108メートルの大ドームを設けた、面積16ヘクタールの鉄骨造りの大パビリオンが建設され、産業群。 農業偶、美術館、皇帝パビリオン、その他194の国や企業のパビリオンが収容された。パビリオンの多くはスイスやチロルの住宅風に建設された。この時代の産業や新発明を反映する展示のほか、万博のテーマに沿って女性労働や育児政策に関するパビリオンも設けられた。会期中には国際貿易や 特許などに関する国際会議も多数開催されたほか、欧州列強各国の首脳や皇族、王族も訪れ首脳会談も行われた。岩倉施設団も1873年6月に、この博覧会を見学しており、久米国武編、米欧会覧実機に、その詳しい記録がある。会期中の観客は725万人が見込まれて、 いたが、開幕直後に発生したウィーン証券取引所の暴落に橋を発する大不況とこれらの流行で、観客数はこれに届かなかった。しかし、展覧会は、ウィーンの都心インフラ整備を大いに進めた。プラーター公園に残されていた大パビリオンは1937年に消失し、現在は跡地にウィーン見本市会場が立つ。会場俯瞰図日本館。 当時欧州はジャポニスムの最中であった日本の展示の様子出品された染付花かご分の磁気万博参加の目的としては日本の上質な物産を展示することにより国力をアピールし輸出産業の充実につなげること国内の物産の収集により学芸の進歩に役立つ博物館の建設を計画すること海外の最先端技術を知ることで 日本の技術工場に役立て、海外諸国の出展品の原価や販売価格を調査し、海外市場の資料とすることなどがあった。万博会場では、約1300坪の敷地に神社と日本庭園を作り、白木の鳥居、神社、神学堂、反り橋を配置したほか、産業館にも浮世絵や工芸品を展示した。選定には、オーストリア公使官員のハインリッヒ・ホンシーボルトと、 ドイツ人の、親とい外国人、ゴットフリード・ワグネルが助言した。シーボルトは、東洋の液ゾチシズムをアピールするため一目を引く、大きなものが良い都市、名古屋城の金シャチ、鎌倉大仏模型、約4メートル高さの東京や中天王寺50棟、模型、直径2メートルの大台鼓、直径4メートルの長鎮などを選び、ワグネルは、西洋の模倣でしかない機械製品よりも、 日本的で成功な美術工芸品を中心にした方が良いとし、日本全国の優れた工芸品を選んだ。神社と日本庭園は大いに評判となり、展示物も飛ぶように売れた。ウィーンでもジャポニズムが注目され、その後1890年代の分離派画家、グスタフ・クリムトの日本文様を意識した絵画などに受け継がれていった。この万博では、 越前和紙の製品が進歩勝敗を獲得しており、2017年2月に越前市内の蔵でその賞状とメダルが発見された。会期終了後、出展品の一部は寄付、売却され、屋外展示物の建物や庭園はイギリスのアレクサンドラパレスに移築され、そこに日本村ジャパニーズビレッジが作られた。ヨーロッパ各地に日本ブームが沸き起こり、 これを機会に内務省支援の半官半民の輸出商社、起立交渉会社が万博翌年に設立され、明治時代前半の日本の輸出貿易において大きな役割を果たした。また、日本へ送り戻す展示美術品と欧州で買い求めた西洋美術品を載せたニール号が伊豆半島沖で遭難し、出品物192箱の内陶磁器、 器気六68箱分は見つかったが、残りは海の木図となった。万博事務副総裁だった佐野城民から事件を聞いた英国のサウスケンジントン博物館は、その損失補填として、陶磁器やガラス機などヨーロッパの美術製品を集めて日本へ寄贈することを決め、1876年末に内務省の博物館に収蔵された。これらの剪定と運搬の指揮を取った。 クリストファー・ドレッサーは、ロンドン万国博覧会で、日本の展示品を見たことがきっかけで、日本美術に系統したデザイナーで、寄贈品を送り届けた後日本に、しばらく滞在し、各地で美術品を収集した。久米国武編、米欧海覧実機、後田中明公中、岩波書店1996年、21から52ページ。 佐野ジ民とウィーンの日本人さんからーウィーン万博、出展の目的ウィーン万国博覧会、ABCDF1873 e 年ウィーン、万博明治政府発参加、コラム、ウィーン万博とジャポニスム国立国会図書館、電子展示会、博覧会、144年前の万博メダル、倉で発見エチゼ前は氏が受賞、当時の気概感じる。福井新聞。 h t t p w w w f a b ウィーン万博日本パビリオン1から5回期終了後ウィーン万国博覧会。ウィーン万博日本パビリオン1から6回期終了後。ウィーン万国博覧会。サウスケンジントン博物館と、日本岸田洋子。立命館大学アートリサーチ12、17から29、2012から03、スタイルガイド。 インフルエンスオブジャパンビクトリアアルバートミュージアム、ありがとうございます。